十字路の中心に行ったら自分も姿を消せる。そうではない。じゃあやってみましょう。とりあえず十字路の中心に行ってみます。はい。そうするとなんということでしょう、周囲の景色がみるみるうちに変化していくではありませんか。おお、ここが世界の中心。さて、景色は一変。周囲にあった街路樹も舗装された道路もそこにはありません、うん、ほう。見渡す限りの草原が広がっており、どこか不思議な色彩がまさにきらめくがごとく。その景色がなんと美しいことでしょうか。そして見知らぬ場所のなんと恐ろしいことでしょうか。さて、おそらく見たことがある人は少ないでしょう。3チェックお願いします。3チェック。 1D188 で失敗です、うん、じゃあ1減らしてください。 D 字路で遭遇した男の背後に広がってた、はい、景色、うん、それと今しがた見ている景色が一致することに気づくでしょう、うん。そう考えていると何かか細い声が聞こえてきます。なあなあと。猫でしょうか。じゃあここは目星をお願いします。目星、梅干し、87で失敗ですね。なんだに。じゃあなんかロールプレイしてください。ロールプレイでバカなってください。なんか猫の声するな。ちょっと遠くの方かな、このか細い感じは。ちょっと遠くの方かなと言ってあたりを見回します。どこまでもどこまでも草原が続いているように見えます。はい。しかし足元にはきっちりと道ができており、どこかへと見続いているようです。うん。辺りを見渡した津軽は気づくことでしょう。草原の向こうにかすかに町のような建物の姿を確認できます。はい。足元の道をたどっていけばいけるのかな。はい。建物の方へ行きます。そうするとそこに続く道の真ん中に何かが落ちてることに気づくでしょう。なんだ、チャオチュールかな。近寄ったらすぐにわかることでしょう。はい。いや、近づかなくてもわかるかもしれません。それは、昨日十字路で消えたあの猫ではありませんか。おお。猫はぐったりとした様子で目を閉じています。大きめの怪我を負っており、地面の赤色の正体は猫の血のようです。地面の赤色の正体。そうです。もしかして足元の道がその血だったってことですか。そうです、ね。何、そうだったんだ。じゃあね、ロールプレイお願いします。ロールプレイ。うわぁ、猫死んでる、死んでるのか、こいつ。ちょっと死んでるか生きてるか、なんか、調べます。一応息はあります。息はある。じゃあちょっと応急手当でもしてみようかな。はい。猫といえど。応急手当は通用する、そういう社会。応急手当50いきます。はい。59失敗。アイデアをお願いします。アイデア。アイデア80、13成功です。多少の手当ができました。しかし完全に治療することはさすがにできません。うん。これが限界だ。猫とか治したことないしな。ただ、猫は近づいてくる探索者にすごく好意的です。嬉しそうに泣いたり、手を舐めたりしてくるでしょう。しかし、素人目でも分かってしまいます。早く病院に連れて行かなければ死んでしまうと。うん。病院連れて行きたいけど、病院、この元の世界に戻らないとな。動物病院。あ、でもあっちの方のなんか町っぽいところに病院あんのかなと言って、とりあえず猫持って、町の方へ。はい。行きますかね。そうすると、背後から声をかけられます。うん、お振り返れば、何度か目を合わせたことのあるあの男がそこに立っている。お前、要素盛りよ。彼は、いつの間にか探索者たちの死角となる場所に立っていて、気だるげな目は探索者のそばにいる迷い猫をじっと見つめたまま。うん。心理学は持ってない。持ってる。持ってる、うん、じゃあお願いします。じゃあ男に対して心理学。あ、心理学ってお前が振るんだっけ。あ、そう、私が振る。40です。ダイスロール。ダイスロール。私が初ダイスロール。どうやら猫が心配なようです。それもかなり。なるほど。さらに言えば、死んでほしくないとも思っているようで、そのためなら、助力も惜しまないといった様子ですね。なるほど。じゃあ、ちょっと先に目星をお願いします。目星。35成功です。はい。男の背後の空間が
いつかのようにやや歪んでぼやけて見えます、うん、男の瞳はまるで猫のようだと気づくでしょう、うん、まあ、薄々気づいてたけど、うん、嬉しそうに微笑んでます、とりあえずニコニコと、うん、その名前教えてもらっていいですか何度か目合いましたよね空とだけ空良い名だこの猫のこと知ってるんですか？なんかここで倒れてたんですけど、なんか迷い込んでたみたい。へえ、迷い込んでたみたい。動物病院ってこの辺にありますかね？動物病院ここら辺にはないと思う。ない。じゃあちょっとなんで背後を歪んでるんですかそれは知らなくていいこともある。え、寂しいじゃん教えてほしいじゃないですか。ちょっとまあいっか、とりあえず今はそれどころじゃない。元の世界にもいたじゃないですか、あなた、うん、元の世界に戻って動物病院に行きたいんですけど、とりあえずどうすればいいですかね。そうすると空の背後の空間が一気に、はい、一層大きく歪み、ぽっかりと口を開ける頃、彼は探索者たちに道を示してくれるでしょう。ほう。あちらは行くべき道ではない。その子もまだ早い。帰るべきは向こう側だ。元はといえば私のせいで、すまない。と言うでしょう。開かれた歪みの向こう側には見慣れた十字路があります。それは先ほど探索者たちがいた場所ですが、不思議と人の往来も戻っており、安心感を覚えることでしょう。ほう。その子を助けてやってくれと空は言い残し、うん、探索者たちを歪みの中へ押し込むでしょう。お空はついてこない。はい、ついてきません。何？じゃあ街行けねえじゃん街は行っちゃいけない方だった。なんか黄泉の国みたいな、そういうやつだった、もしかして、はい、では目星してもらおうか。目星するか。空にまだいるのか、うん、75で成功。そうすると空に尾っぽのようなものが見える。うん、うん、猫じゃん。もう猫じゃん。もしかすると猫のような耳も。うん。さて、門をくぐりましたよね。ではですね、ちょっとこれ一つ少し問題があって。はい。門をくぐる際、移動コストとして最大 1D6 プラス2の MT、MP を消費しなければいけません。プラス2の MP。じゃあやりますか。くそ、門をくぐるのも一筋縄じゃいかねえ。まるで税関のように。1D6、3たす2、5、10になっちゃったね。はい。はい。バランスを崩し、片足が再び地面についたその時、周囲はすっかりといつも通りの街並みです。はい。広い草原も、空の姿も、不気味な静けさも何一つ残っていません。うん。ただ、瀕死の迷い猫は一緒にいます。うん。急いで病院へと連れて行かなければ、病院はすぐに見つかりますから、これで一安心です。なるほど。くそー、動物保険入ってねアニコムに入ろう。猫はしばらく入院となります。はい。その怪我が治った頃、治療費を払おうとする。はい。でしょう。はい。そうすると、獣医は治療費をもうすでにもらっていると言います。お、曰く、知り合いと名乗る、男性が先に払っといてくれた。やば、お空じゃん。絶対お空じゃん。この男性は言うまでもなく空です。はいはいはい。特徴を聞けば空と合致する容姿を教えてくれます。うん。しかし、彼は金銭など文化に明るくないため、過剰支払いをしています。はいはい。お釣りが君にって言われてるんだよ。なるほど。と、そのお釣りは探索者の懐へ。医者料といったところですね。治療費の余り分は5万円もらってます。いや、アーディーレ法律相談中心過払い金の請求、過払い金の請求。さて、最後に探索者の元へ手紙が届きます。はい。差出人だとは書かれていないシンプルな手紙です。お空じゃん先日は私の失敗のせいで厄介事に巻き込んですまなかった。ほう。そしてあの子を助けてくれてありがとう。おそらく会うことは二度とないだろうし、そうであってほしいと心から願う。うん。だが、気をつけてくれ。うん。こういうことは思いのほか身近に潜んでるものだから。ほう。と、
さらに綺麗な音のする小さな鈴とアクセサリーが同封されています。おお。鈴は、猫の首輪にちょうどいいかもしれませんね。なるほど。つけてやるか。うん。アクセサリーはシルバーの小さなモチーフがついたブレスレットのようなものでしょう。うん。なんだ、これでお空を召喚できんのかな、もしかして。ワクワク、ワクワク。その手紙以降、空と何らかの接触することはありません。はい。T 字路や十字路で違和感や怪奇現象に遭遇することもなくなります。うん。さてさて、猫、助けた猫もすっかりと元気になっていることでしょう。はい。猫は探索者に懐いて家に入り込むか、いっそ住み着いてしまいます。あの草原のことも、あの不思議な体験も、些細な冒険についてはやがて忘れてしまうかもしれません。うん。そしてきっとそうであるべきなのでしょう。チリンとあの鈴の音が外から聞こえます。うん。どうやら散歩に出かけてたらしい猫がやってきたようだ。おや、見慣れない黒猫も一緒のようですね。どこらじゃん。だからあるような。いや、気のせいでしょう。ああ、こら、部屋に上がるなら足を拭いてからにしなさい、と困ったような声が聞こえてくるかもしれません。うん。誰の声？まあ、ご近所さんかな。ご近所さん。猫の小道おしまいです。お疲れ様です。お疲れ様です。お空じゃん。かわいいな、それ。